高山被告郎、高山被告郎皇居持ち輩の像高山被告郎下妃京都川端三条福岡県久留米市寺,寺町の光明山返上院の高山被告郎墓高山被告郎完成五年六月二十八日は江戸時代後期の尊皇思想家である意名は正幸改名は松影も白子寺父は高山良左衛門聖教母は重、兄は高山正春 妻橋も、後に先。子に、高山義介他娘など。林士兵、ガモウ君兵と共に、関西の三鬼人の一人。三島幸雄が強い関心を持っていたことでも知られる。上野国神殿軍細谷村の帽子、高山良左衛門政教の次男として生まれる。先祖は、平良秩父子族である高山氏出身で、新田義貞に仕えた、新田十六期の一人である。 高山茂。13歳の時に太平記を読んだことをきっかけに勤労の志を持ち、18歳の時に遺書を残して家を出て各地を遊歴して勤労論を説く。前野良宅、大月玄宅、林史平、藤田裕国、上杉陽山、広瀬丹僧、鎌町昆山など多くの人々と交流し、江戸地へ渡ろうとするが果たせずにいる。 慶では、岩倉具選択に寄住し、木髄の亀を献上したことにより、後角天皇にも拝越した。その感激を歌った次の歌は、愛国百人一首にも取られており、名高い。我を我と白示すかや滑らぎの玉のみ声のかかる嬉しさ。愛国百人一首尊悟一件と呼ばれる事件に、遭遇し、久下中山あ親やの治遇を得たことが、老中の松平貞信など、 幕府の警戒を呼ぶ。1791年には、九州各地を旅した後に、薩摩藩を頼ろうとするが退けられ、一時は、文後国北において捕獲される。その後も、幕府の監視を受け、1793年、筑後国久留米の友人森全宅で自陣する。去年46。他年にはたる日記を残しており、吉田松陰はじめ、幕末の志士と呼ばれる人々に、 多くの影響を与えた人物である。また、二宮尊徳薬楠木正重と並んで、戦前の修身教育で取り上げられた人物である。自陣の地から約400メートル離れた、久留米市寺町の光明山返上院に墓がある。京都府京都市三条大橋東詰に、公共用怪姿の被告老の銅像がある。ポーズから、しばしば土下座していると誤認されて、土下座像、 土下座と通称され、京都の待ち合わせスポットの一つとしても認知されている。初代は、昭和天皇のご体験を祝して有志からの寄付により1928年に作られ、北ッ行と伊勢神宮で入魂した柱が収められ、東郷平八郎が台座の記号をした。しかし、1944年11月に金属類回収令で教室され、代わりに、 徳富祖宝の記号による高山彦郎先生皇居持ち配の後の石碑が置かれた。現在の銅像は1961年に場所を移動した上で伊藤五百亀によって再建されたものである。2012年1月20日午後6時頃、白いペンキがかけられるという事件が起こった。群馬県大田市に高山彦郎を祀る高山神社が建てられている。平岡あずさ。 せがれ、三島由紀夫文芸春秋。1972年、15ページ。ABC、高山彦九郎像、土下座じゃない拝礼だ。朝日新聞。 http://www.asahi.com スラッシュ関西スラッシュトラベルスラッシュ kansaii san スラッシュ osk201008180052 と html2019 年6月27日、は、日、い、閲覧 ab 排令95高山彦告老先生公共持ち配信京都市 2019年6月27日閲覧。高山被告老増勤能の希薄伝え。京都新聞。 https://www.kyot-np.co.jp:/info/sig/htseinj:/mic/ib/tx/0318 h html2019 年6月27日日閲覧徳富蘇峰記念館 s-029 各地に残る蘇峰の筆跡 京都三条大橋東詰めの高山彦郎先生公共持ち配の後日伊藤五百亀氏作品最上市2019年6月27日閲覧映像 YouTube アクセスト2 7 1 2 0 1 9ありがとうございます